らっしゃい。どうぞ。住み始めて5年ですね。5年半ぐらいです。その時まだコロナじゃなかったので、友達とかみんな集まってワイワイ友達の家でこうご飯を作りながら飲んだりっていうのをよくしてたので、なんかキッチンとテーブルが向かい合ってて窓の外が見えたらすごい楽しいだろうなっていうのがあって、自分が持っている手持ちの家具とか置ききれてない雑貨とかがあったので、キッチンの位置っていうのと雑貨とかこうアートとか持ってるものをちゃんと飾られるスペースを作りたいなっていうのが2番目にあった感じで、こちらがキッチンになります。部屋と間仕切りたくなかったので、釣り戸棚だとか上に収納とかっていうのを一切つけずにオープンな雰囲気になるようにしました。もともとここをタイル張りにしようとしてたんですね。だけど引っ越してきた時に、なんかこう雑貨を飾りたいなと思って、タイルが背景よりもペンキで壁の色を塗った方が雑貨が映えるかなと思って、急遽ペンキに変えて自分で塗りました。なんかもちろん機能的なものも大事なんですけど、やっぱり自分が使ってて楽しいとか出してても気持ちがいいっていうのが大前提で選んでるので、ポットとかは本当にもう毎日朝と夜使うこともあるので、なると出しっぱなしになるので、こう置いてて可愛いものっていうので選びました。特急ハンズで寸法を言って板切ってもらって、自分たちで塗装とやって作りました。鎌倉にあるカフェビブモンリモンシュっていうコーヒー屋さんの別注カラーのもので、ミルコっていう割と普通にコーヒー屋さんとかでも使っているような 本格的なものではあるんですけど、蓋がプラスチックのものがついてたんですけど、掃除した時に割ってしまって、で夫がいろいろ調べてくれて、この蓋をこう木工作家さんで作ってらっしゃる方がいて、メルカリだったよねあれね。ゆうこさん好きなのは、私好きなのは、虫さんか、虫さん、私虫さん好きなのはこっちじゃなくて、お皿の方が好き。お皿の方か、そっか、色が好き。なんか結構こういうシュッとした吉田直嗣さんの器も好きですし、彼女はこういう虫眼鏡ブックスさんっていう少し日本っぽくない、結構彼女デンマークとかで作品出してたりするので、そういう風合いのものが好きだったり、あとは器は器なんですけど、これ土器で結構使っていくとどんどん油染みとかができていくんですけど、結構使ってて楽しいですね。こういう染みがついたよとかドンタコスとか入れるとこう色とか油がつくのを私は使って大丈夫かなって思うんだけど、いやどんどんそれで表情が出てくから、どんどん使っていいよって言ってくれますね。これも結構豪快に割れたんですけど金継ぎしてて、でもう一個あってこっちは割れてないんですけど、私はこの金継ぎした方が好きなんでこっちをよく使ってます。器が育つっていうので変化するものを好んでたりしますね。
一番気に入っているのはこの井上陽子さんっていうあのコラージュ作家さんの作品で、まあ、ここからこう色とか素材をつなげて今全体の雑貨を並べた感じです。フィリップ・ワイズベッカーさん展示を最近無印良品でやってたんですけど、まあ、アートワークが主なんですけどこういう立体のものを販売してるのは初めてだったので、でここの中にポプリ入れたら髪の毛みたいに見えて可愛いかもと思って、福岡にあるクランクマルチェロさんっていう家具屋さんの家具が好きで連絡してマルテーブルないですかって聞いたら探してるのにちょうどいいサイズのあるよっていうベルギーの家具ですね。これはイギリスのアーコールのものなんですね。で一脚は引っ越してきてから自分で黒く塗ったんです。なんかちょっとこう黒で空間を引き締めたいなと思ったんで、私がイデーに入社した時に買ったので2007年から使ってる、16年使ってます。デンマークの家具が好きだったのでそのデンマークの家具屋さんで働いてたんですけど、なんかデザインが好きっていうこと以外なんかあんまりデンマークのこととかも知らなくって、古いお家を自分たちで、まあ、今でこそ日本だとリノベーションってされてると思うんですけど、本当に床から何から全部自分たちで直してて、これが100年ぐらい前から使ってんだよとか、そのお家で代々使ってたものだって言ってて、なんか引き継いで大事にメンテナンスして使ってるんだよっていう、なんか文化に触れたことで、あ、なんか自分の今までの暮らし方をもうちょっと見直してそういうことをしたいなって思って、土日がお店がお休みだったりとかして、みんな土日何してんですかってそのホームステイ先の人に聞いたら、セカンドハウスじゃないんですけどちょっと離れたところのに行ってそこで植物育てたりとかお家のメンテナンスしたりとか、そうやって家族で過ごすのが土日だよみたいな感じで、寝室もやっぱりなんだろう、ちょっとこうくすんだ色でパキッとした色だと休まらないので、もっと沈んだ色のものをこっちに持ってきてますね。このチェストは一人暮らしをした時に初めて買った家具です。目黒通りにあるカーフさんっていう北欧家具のお店で今もあると思うんですけど、もともとそれ作ること自体は好きだったんですけど、物でなんていうか区切られてたというか、こう暮らしでつながってはなかったんですよね。それがその留学というかホームステイしたことがきっかけで、暮らすってこういうことだよなっていうふうに初めて思えて、なんか